おはようございます。いや今日はバーベキューですよ。そうだよ。そうね、見てこの天気。いやいい天気、いい天気。山もね、緑が生えておりますよ。そう、今日なんか何人か呼んでんだよね。そう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 、ね、うん。でさ、ちょっとこう現場に今から移動するんやけど、ちょっと見てほしいものがあるから。ちょっと見てほしいもの。そうそう、こっち来て、こっち来て、こっち来て。はいはい。あ、嫌な予感するんだけど。嫌な予感しかしないんですけど。もう見えてるよね。なんだこれこれです。めちゃくちゃかっこいい。なにこれ、誰の。いや、あなたのよ。は？何を言ってんのお前。めっちゃかっこいいやんこれ。誰の？かっこいいでしょ、かっこいいでしょ。だからあなたのやつ。こっち待って、どういうこと？ちょ、冷静にどういうこと？この間カード借りたやん。ああ、あのプリウスドッキリしたやつ？そう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 。あのままさ、俺借りてたやんか。これも買っちゃった。お前。お前これほんまに買ったんこれ？買った。これいくらするの？3000万ぐらい。お前バカ。お前。3000万ぐらいしたかな。これ冗談なしで。冗談なしで。マジで言葉を失ってんだけど。いやでもほら、中見た中見た変わるかもしれんやん。お前プリウスは200、300万でしょ。うん、3000万でも何言ってるか分かってる。3000万も家建つからな。あ、見たら変わるかもしれないじゃないですか。まあじゃあ見ます一回。これ何の車やと思って。これベンツさんじゃないですか。ファビオといえばこう高級車やから。雑なね、やっぱキャンピングカーよりこっちがいいでしょ。かっこいいけども。かっこいいやろ。めちゃめちゃかっこいいよ。じゃあ早速ちょっとね、今回車ちょっとご用意してもらった方、すみません、ちょっと車をちょっと、はい、よろしくお願いします。ご紹介していただいてもいいですか。お買い上げありがとうございます。いや、ちょっと待って。ありがとうございます。なんでもう成立しちゃってんのこれ。キャンセル権はないのこれ。ない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 。ちょっとじゃあ、ご紹介させてもらいます。かっこいいなこれ。すごいよ。キャラストいらんやん。これ土足でいいんすか。はい、土足でもいいですよ。もう買ってるんで。そう、もう買ってあるんでね。いや、どうですか。どうですかじゃねえよ。お前映えてる感じ、これほら。マキちょっと一回、お前バカだろ。どうですかって、すげえよ、見て。すごいでしょ、ほら。何これ、いじっていけばいいのこれ。なんか雑になんなよ。水が、おー、すげえ。これめちゃめちゃいい。これ料理できるよ、この広さ。どこに何があるの。わ、すごい収納。これ電子レンジじゃないこれ。あ、そうそう、電子レンジもついてるから。すっごー、もうこれ住めるやん、ここ。完全に住めるよ。これ冷蔵庫見てみて。うん。ちょっと待って、誰かいるんだけど。絶対人いるやろ。ちょっと待って。怖い怖い怖い。ちょっと一回冷静なのか。なんで。見て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 。あ、あれ。あら、バディ君。おはようございます。バディ。はい、おはようじゃないっすよ。何やってんすか。めっちゃ寝心地いいっすよこれ。いやもう、もっと嫌だわ。バンディが俺の買ったとこのベッドで寝てるの。めっちゃふかふかっすよ。全然足も伸ばせますし僕で。いや、そういうものじゃないっすよ。買った俺よりもなんで先に寝てるんすか。なんだこのドッキリ、バンディがいるっていう。いやでもまだまだ、まだまだあるからさ。何が。シャワールームも全部ついてますから。バーベキューって何で真顔、何でリヤリヤしてんねんけど。今謎だからあなた。なんで笑ってんですか。もう出番終わってるんで。ニヤニヤ。じゃああともうシャワールームもさ行ってもらって。これシャワーですか。そう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 。そうそうそう。ガーッと。なんでお前おろ。まず。めっちゃドヤ顔だし。なんで江戸いんの。そうそうそう。江戸くんね、こう鏡越しでこっち映ってますから。あ、僕、ずっとこの状態で構えてるんですよ。すげえ釣り込んだんですよ。1個だけ、今馬車ってあげたじゃん、うん、勢いが多分思ってた以上で一番びっくりしてた本人が。江戸ちゃんまでいるやん。なんなんこれ見て、バンさんから江戸ちゃんやで。そうやな。すげえ嬉しいけど。本当ですか。何をしてるの。で、身長合ってへんよ。天井。僕に文句言うことじゃないですから。僕のせいじゃないでしょ、これ。制作は僕じゃないですから、これ。びっくりする前に自分でびっくりしたから、それで何もリアクション取れなかった。もうなんで、ね、この二人が俺よりも占領するの早いんだよ。おかしいよ。これさ、ここなんか気になるんだけど、これでずっとこんな感じなんですか。いや、開きます。おお、おお、わかるかなこれ。動画で伝わるかなこれ。横にスライドして動いてるんですよ、動いてるんですよこれ。横にスライドしてるんですよ。やばくねこれ。なんか広くなってきた。超広くなった。めっちゃ広くなった。
まあ、でもこれすごいね、横に開くのが。バンさん、これ軽トラにもつけるんですか、この機能。せめて手動で。最近、ラファエルのハン君よりもひどくない？なんかそこ別にラファエルって言うたらいいや。一回外見ますか。外見ましょう。これ目玉がね、実はもう一個あるんで。どうでしょうか。開きますね。あ、お願いします。そう、今日バーベキューじゃないですか。そうそう、この下でできたらいいよねっていうので。あ、なるほど、バーベキューだし、こういう眩しいし。そうそうそう、まあ、キャンピング買ったら3000万。まあ、バカかお前。すごいね、これ。これマックスですか。これがマックスです。ここでみんなこう、なんか一緒に行かなかにして。そう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 。すげえ、冷静にすごいわ。すごいっしょ。これどう、あの、エド。あともう一個目玉あるんですよ。こうなんかあの、で出るんですよね、あのなんかあの支えるやつが、車。ああ、そうですね。車の下にあのジャッキが出るので。そう、ジャッキが。はい、ジャッキさんがジャッキ出して、こう、女性とジャッキごっこしてる。揺れない。乗れないです、外から見て。もう、はい、エド、はい、嬉しいね、そういうの。はい、ただあの、うちのディレクターとも話したけど、はい、ファビオのブランディングを守ろう、下ネタをね、はい、エドと、あの、森田さんであれだから、今、なしでしょ。そうですか。僕もね、俺とジャッキじゃねえから。これすごいかっこいいわ。かっこいいでしょ。納得してもらえた。うん、全然いい。まあしゃあないやろ、税理士送られてもいいやろ。うんうんうん、税金払ってるし、ちゃんと国のためにね、あ、うん、ちゃんとこう納税もしてますしってもんだじゃないけど。まあいい加減にしてよ、マジで。はい、じゃあもうネタバレしましょうか。嘘です、さすがに。さすがに嘘です。すごい顔してるな。実はね、これプランがあるんですよ。あ、これ、あ、借り物ってこと？そうそう、借り物から。どう？安心した、安心した。一回ハグしていい？さすがにお前もちゃんと正気持ってなって、俺ちょっと安心した。お前本当に3000万の買い物勝手にしてたら、ほんまにこのまま弁護士に連絡しようってことだ。そんな、そうなるよね。うん、まあ、でもちゃんとこれね、プランあるんですよ。借り物なんやこれ。そう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 。じゃあ、あのプランも。そうですね、これ一応あのレンタカーとして普通の、免許で乗ることも可能です。はい、ごめんなさい、一回ハグしていいですか。好きだと。あ、レンタルだ。レンタル会社だろう。そうですね、レンタカー会社。レンタル会社なんで、でもちょうど今回のこのイベントあります。はい、1日貸してください。はい、貸します。はい、でいくらぐらいするんですか。これは一応5万5000円ですね。そうそう。その5万5000円はあのマジやから。余裕。3000万からの5万余裕。喜んで払う。なんならすぐ返す。いやでもこれで5万って安くないですか。安いですね、本当に安いと思います。え、だって保険も入ってるんですよね。保険も入ってるんです。で、サービス何があるんですか。一応普通のレンタカーというのはあの寝具とかが付いてないんですけど。寝具ですか。寝具、あのベッドのところについてるまあ布団、枕とかが付いてないんですけど、うちは全部つけてお貸しホテルでして、もうビジネスホテルに泊まるような。すげーやー、これめちゃめちゃあれじゃない。いや、すごいいいと思う。これ多分僕思ったんですよ。はいはい、今レンタルという瞬間に僕は結構サーキット行くんですよね。はい、あ、はい、サーキットってもう待ってる間暇じゃないですか。はい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 、これ置いたらこの中でみんなでね、はい、ゆっくりできますので、まあ、海外のそういう、まあ、レーシングの試合とかでよくあのこういう大きいな、まあ、トレーラーとかが多いんですけど、そういうので、まあ、あの控え室に使ってるんで、日本がそういう集散がないんで。まあそうっすよ、はい、てかこんなサイズ見ないっすよ、ね、見ないんで。はい、これ多分動画で伝わるかな。結構大きいんですよ。結構でかいよ。本当に。バンさんの顔で言うとどんぐらいかな。あの東京ドームみたいに言うな。東京ドームみたいに言うんじゃないよ。僕の顔を。まあそんなことなんで、はい、だからレンタルできるってことは、オーシャーのサービスでもあるんですよ、はい、なんかホームページかなんか。そうですね、ホームページ、あのルーミングシステムズっていう名前でやってますね。はい、検索して。じゃあちょっと概要欄の方に、うん、話していただくんで。ありがとうございます。でもこれ実際5万円で、だって高いホテル、この間僕泊まりに来たんですけど、数十万かかるわけじゃないですか。うん、だったらこの時期で外出ても暑いよねって思うことになるんですよ。そうです、はい、デートとかでね。だったらこういうところを変えた方が俺もありかなと思います。1円ももらってませんけど。やらしいな、やらしいこと言うの。逆に払うんや、今日5万円。そうだ。じゃあもう終わりにします。ありがとうございました。引き続きね、ちょっとファビオチャンネルと、はい、何さんでしたっけ。はい、西村と申します。西村さんの会社の会社名が、はい、ルーミングシステムズと申します。よろしくお願いします。はい、だいぶ張ってるんで、今後とも皆さん両者よろしくお願いします。お願いします。お願いします。チャオチャオ。あそこチャオ言うてくれるの。あ